ですね。平等というのは通常例えば、高卒とか大卒とか経験者とかによって初めのお給料は違うと思うんですね。ただこの仕事はどんな方でも基本的に最初は一緒です。なんでそういったところは非常に平等だということですね。で、そういったところでここに、気づきまして、このシステムをお伝えしていけば、まあ、人様のお役に立てるんじゃないかと思いまして、この、軽貨物ドライバーを、2013年の2月より、始めました。でその時に同時に、13年の10月に、独立して法人化することを目標にして始めました。なので実際、今でもたまに走りますけども、最初はドライバーさんとして走りながら、人を集めて、で、経理やったりとかいうのをずっと2年半ぐらいやってました。